になります。
ゃあここでじゃあ改めて、はい、ゆうやさんのプロフィールを簡単にちょっとしなちゃんご覧の皆様に紹介したいと思います。はなちゃんぜひご覧ください。シンガーソングライターゆうや、五町出身、はい、1995年2月今年で32歳になりました。2月で先ほど歌っていただいたシンガーソングライターの曲ですけども、はい、じゃあこのあれかなモデルみたいな、この歌のモデルになったっていうのと、今テロボにあるバンプオブチキンというバンドに影響を受けてギターを始めるそうです。そうですね、はい、これは本当にその見た時に、うん、もうなんでその自分これがやりたいんだっていうのも出たっていうか、あもうバンプオブチキンが、そうですね、ボーカルの藤原さんもね、あそうですよね、だからそれを教えてくれたもうバンドっていうか自分のこの活動、うん、それだよっていうのを教えてくれたようなそんな感じがします。あとはもう本当にその藤原さんにも一目惚れしまして、ね、うん、男が男に惚れるみたいな、ちょっと頑張ったかったんですけど、そういうなんかもうピキッというのがありまして、それで、うん、やってみようかなと思ってやったのがそうですね。で今2019年会社員をしながら、はい、インスタグラム、これ SNS ですね、はい、インスタグラムでオリジナルの曲などを、動画などをアップしていたということで、はい、宇部町出身ってありましたけれども、小中高は秋田ではないんですよね。そうですね、実は岩手で育ってまして、宇部町には本当に3、4歳ぐらいまでしかいなかった、おじいちゃんおばあちゃんがそうですいるみたいな、で親の出身地、はい、そうですね、夏休みとかに、小学校とか夏休みとかによく帰って遊んでみたいなのをやってたみたいな感じですね。じゃあもう、小中高じゃ岩手 でそこでじゃ会社員になられて、はい、でその時も、まあ、じゃあギターというかその音楽活動というのはバランス的には結構割合的にそんなに、はい、そうですね、もう音楽活動はもう全然やってない、あゼロ、むしろ仕事の方がもうあとじゃあ10ゼロで10ゼロぐらいだったんですけど、でも1ぐらい、うん、ちょっとギターはなんか触って部屋の片隅にギターはまだあったみたいな、それをこう暇に触る ぐらいで捨てきれないものだったっていうか音楽ありました。うん、じゃあそれの思いもあると思いますので、はい、まあ、その辺も含めてですね、ぜひこの後もう一曲披露していただきたいんですけども、はい、夕暮れの歌となってますけど、はい、これはもうどんな思いで作られたんですか。あこれは本当に、まあやっぱりその子供の頃の夕暮れ時ってやっぱり一番なんだろう記憶に残っていて、うん、なんかわかんないけど遊ばれ時とか、うん、ちょっと虚しさとか、うん、子供ながらにちょっとなんか切ないなみたいな多分思ってたんですね、はいはい、それをずっとあその思いがあって、うん、それを、まあ、本当に歌にしたっていう感じですかね。昨年の、ね、秋田ミュージックフェスティバルの方でも、はい、ゆうやさん出演されて、ひどい雨の中で歌を歌われたというのがね、先駆け新聞の方で掲載されてましたけども、まあ、今後またいろんなそのイベントや、はい、各地で今年なんかさらに、はい、昨年以上に多分いろんなイベントにも顔を出されると思いますので、では早速ですけれども、先ほどご紹介していただきました次が夕暮れの歌、はい、ぜひ演奏の準備を、はい、いいですか、お願いします。立てるときは大変なやつだそう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 、あ、いいね、いいよ。じゃあ曲振りもじゃあその歌ゆうやさんにお願いしようかな。準備できましたらお願いします、はい、はい、じゃあ夕暮れの歌という曲をちょっとまあいろいろ話したいことあるんですけど、とりあえずなんかもう今日はこの歌を届けるために来たみたいな、もうそのために来てきたみたいな、そんな気持ちで歌います。聴いてください、夕暮れの歌。
か、イベントの告知も終わったかもしれませんね。はい、告知、ありがとうございます。はい、5月の、はい、5月の、まずピンクの方ですね、5月の6日、6日、ゴールデンウィーク最終日に、本店のワイワイプラザというところで、はい、私、島川雄介さんというあの素敵なイベントに出演することが決まりました。はい、ここでまたちょっと遠いんですけど、よかったら見てください。5月6日ですね。はい、5月6日です。はい、で、次の緑の方が、能登半島地震災害支援院内コンサートということで、うん、秋田大学病院の1階外来ホールで5月17日金曜日、6時半から、はい、あの出させていただきます。これはもうあの本当に災害支援コンサートで全額寄付みたいなあの本当に素晴らしいイベントになるので、うん、こちらもよかったらぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のアフターパフォーマー大紹介はシンガーソングライターのゆうやさんにお越しいただきました。ゆうやさん、ありがとうございました。ということで、キャミとはなちゃんの火曜日がね、はい、今日から始まらせてもらいます。はなキャミ、はい、ぜひともですね、皆さん毎週火曜日、アフターのエンタメをどんどん紹介していきますので、ぜひこちらお付き合いください。では、なんと最後は、この火曜日、はなちゃんの歌で毎回締めるということですので、はい、今日は何を歌っていただけるんでしょう。ゲストちびっこもいっぱいいるんだけど、ドンパンプシギ。あ、いいね。ドンパンいいじゃない。せーの。ドンドンパンパン、ドンパンパン。